バルデマー・クリスチャンは、17世紀のデンマーク王家の、聖員、貴族、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン伯爵、クリスチャン四世王とその身分違いの二番目の妻、キアステン・ムンクの間の長男。母が、羊の低さから王妃になれなかったため、自身も王子とは認められず、母に与えられた伯爵の称号を名乗ることとなった。不王はバルデマーに領として与え、 息子の館として、同等のケイアストロップに、バルデマー城を建設したが、バルデマー自身はこの城に住むことはなかった。1637年、後に義兄となるハンニバル・セヘステズと共に、南ネーデルラント、フランス、イタリア、イングランドをめぐるグランドツアーに出かけた。成人すると、不王の命令で、外交交渉を行うべく、スウェーデンにたびたび派遣された。その後、 モスクワロシアのツァーリ・ミハイルの長女イリナとの政略結婚が計画された。ミハイルには息子、アレクセイの他に後継者となりうる男子がなく、バルデマーを娘婿として迎えることで、ロマノフ朝の血統存続をより安泰にしようと考えていたと言われる。バルデマーは1644年の年明けにモスクワに到着し、ロシア国民から大々的な歓迎を受けた。 しかしミハイルは当初の約束を違え、バルデマーにルター派から聖教会への改修を求めたため、バルデマーはこれを拒否した。これに腹を立てたミハイルは縁談を取り消した上、バルデマーを1年半もの間監禁した。ミハイルが1645年7月に死去すると、バルデマーはようやく帰国を許された。帰国後も金銭的な問題での母との競争に悩まされた。バルデマーは 大洪水に襲われるポーランドに赴き、最初は神聖ローマ皇帝フェルディナント3世の、ついで、スウェーデン王カール10世、グスタフの軍隊に仕官した。スウェーデン軍の一員として、シレジア地方で戦っていた最中に戦死した。この城は1678年、クリスチャン五世王により、海軍帝督、ニールス・ユールに、戦行の報奨として可視されている。d ウォ n e ロシア皇帝歴代史、創原者、P84 ありがとうございます。